高島大ら寄りの留置線。右側の高架が本線と引き込み線である。2005年9月17日都営フェスタジに撮影奥が西大川2007年4月22日、車内から撮影志村車両研修場は東京都板橋区にある都営地下鉄三田線の車両基地である。志村車両研修場のある交通局、志村庁舎は三田線の中枢部となっており、 保線作業を担当する、志村保線管理所、乗務員基地の高島平乗務管理所、職員住宅の志村寮などを要する。高島平駅から入出区線が通じているが、地理的には西大駅のすぐ北側に位置している。1968年11月に、都営地下鉄6号線の志村菅武館の開業の際に、都営地下鉄2番目の車両基地として、 志村県検査場が発足した。翌1969年9月には重要部全般検査を行う整備工場として志村車両工場が発足した。新設当初は団地の建物も少なくいわゆる青天井の状態となっていた基地であった。1970年に施設上部の有効活用のため車庫の上部に人工地盤を建設した。そこに 公営住宅と板橋区立高島第四小学校に廃校が設置された。この中で上野モノレール二代目車両 M 型の車体が長年留置されたのも風雨に当たることがないためだった。2000年4月には組織上別々であった志村県車場と志村車両工場が統合され志村車両研修場となった。三田線は6両編成で運行されているが、 計画中の8両化を見据えた設計で、ほとんどの留置線で1本につき8両編成が2本、留置可能である。1999年に廃車になった6000型は、搬出されるまでの間1から2両ずつに分けて、奥に留置されていた。工場施設も併設され、重要部検査出場の際に使用する試運転線も、ある。試運転線の上に、志村寮、 留置線の上には、高島平常務管理所、公営住宅がある。1970年に開設された公営住宅は、車庫上空の有効活用の一例として、当時話題になった。なお、都営地下鉄の車両基地を地上で目にできるのは、本研修場と浅草線の真米車両研修場だけであり、新宿線の大島車両研修場と大江戸線の木場車両研修場及び、 同研修場高松車庫は全地下型の研修場のため関係者以外は立ち入りができない。ただし、木場研修場に関しては毎年夏にはとバスツアーの見学で目にする機会がある。2010年4月から重要部全般検査については東京交通サービスに委託している。ただし、東京交通サービスは管理監督業務を行っており、実際の業務は 協力会社の JR 東日本テクノロジーが行っている。1990年10月、都営地下鉄12号線開業に備えて、志村車両工場光が丘研修所が発足した。同線は路線規模が小さいことから、車両基地の組織上は志村車両工場扱いであった。その後、新宿延伸開業を控えた1997年7月に、 光が丘車両研修場として独立した。留置線は8両編成3本及び8両編成2本重列線が15本ある。ガツ検査を行う、検査庫は8両編成6本が留置可能である。洗車線は3本存在しており、車体及び車内の洗浄に使用する。車両洗浄装置は、洗車線に分岐する位置に1基存在している。 都営車の6300型と東急3000系、5080系、3020系が留置されるほか、工事用補線車両も留置されている。過去には引退した6000型と新宿線が開業する前の1971年に試作車両として10から000系、第1編成4両が試運転のため配置されたことがある。同線が建設中のため、 本来の所属路線での走行ができなかったためであった。本線でのほか研修場構内での試運転が繰り返された後、当初は冷房装置搭最前車電動車で落成した車両が、先頭車両を含めて量産車と同様電装解除で、制御車になるなどの量産車化改造を受けて一時車組み込みの上完成したばかりの新宿線に転用した。また冷房機も撤去されたが、 後年は再度搭載された。台車は線路の幅が異なるために当時製造していた6000、計6271回へ転用した。都営地下鉄の場合は製造メーカー各社より、貨物駅までは鉄道で、そこから先はトレーラー輸送による陸送で基地へ搬入する方式をとっている。ABCDEFGHIJKLMN 大東京都交通局。 東京都交通局90年史組織改正の変遷ピアニッシ三百388から391。ABC 鉄道ピクトリアル2001年7月合造看護、参照。都営フェスタがまごめと、志村でしか開催されていない理由はこのためである。AB 日本鉄道車両機械技術協会、ローリングストックマシーナリー2017年3月号。 東京都交通局の地下鉄、路面電車、新交通車両保守委託業務の取り組み22から 26P 記事。車両、機械事業東京交通サービス。事業所紹介車両メンテナンス、東日本テクノロジー。ABC 東京都交通局、大江戸線放射部建設士、P498.499。ありがとうございます。